皆さんこんにちは、ロンガイです。今回は新しくね追加される四五十の森について説明していこうと思います。まあね、この動画を最後まで見れば大体のね四五十の森については把握できると思うので、よかったらねチャンネル登録も加えて最後まで見ていってください。ではね始めていきます。はい、まずね四五十の森とはね何ぞやって、まあ何するところなのかっていうところなんですけども、まずねこれをやることで強力なねサポートキャラをね手に入れることができますの、ね、めちゃめちゃ強力なのでね、ぜひやってください。で、四五十をね、まあどうやって確保することができるのっていうことなんですけどもね、まず1番、四五十の森から行きたいクエストを選択します。で、まあ究極から2番ですね、究極から超絶まで難易度があると思うんですけども、最初はね究極のみの挑戦となっております。で、クリアすると超絶への挑戦権が獲得できます。で、3番、クエストをね、無事クリアすると、まあ、守護獣をね、入手できます。こちらね、合成などができないため、まあ、育成や運極などまで作成する必要もなしですね。はい。続いて、入手した守護獣なんですけど、まず編成画面からね、左上で、まあ、守護獣ね、1体セットする欄があるので、そこでセット可能です。で、セットした後、クエストに行くと思うのですが、まずね、守護獣のスキルを発動させるためには、条件を満たさなければなりません。まあ、条件といってもね、現環境のキャラであれば即実行させることが可能なので、まあそこら辺はご心配なく。で、スキルなんですけども、クエスト中に、ね、1回しか発動することができません。なのでね、まあ使い時っていうのが非常に今後重要になってくると思います。で、四五十のね、ストライクショット、スキルと、まあ他のキャラのストライクショットを同時に使用することはできないので注意ですね。はい、続いては守護獣のスキルについてなのですが、レベル1からねレベル10まで段階があります。そのスキルレベルをねどう上げるかなんですけども、守護獣のねクエストをクリアすると、なんか今ねピンク色のダイヤモンドみたいのがあるんですけども、絆のかけらっていうのをもらえます。この絆のかけらをね使うことでスキルレベルを上昇させることができます。まあね、かなりレベル1とね10ではね効力の差が大きいので、必ずねレベル10にしておくことをおすすめします。はい、最後に守護獣おすすめランキングっていうのを作りました。まず1位がキングクロッチ、2位がバイバーン、3位がビビアンと。で、3位のビビアンから説明していきますね。 HP をね、まあ 50% 回復と、まあ、ハートが湧かない時にはねかなりピンチの時にはまあ役立ちますね、間違いなく。で、2位のバイバーン、まあ覇者の塔を25回みたいな、まあ毒のみとか固定ダメージで削れないクエストが出てきた際にはかなりね有効ですね。はい。で、1位のクロッチ、これが一番やばい。無条件にね、まあ、ボスの HP を243万削ります。で、究極とかね高難度だとコンプレックスとかがねかなり HP が低い設定になってるので、そういうクエストにかなり有効ですね。はい、以上でね四五十の森についての動画でした。バイバイ。